皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、海外セレブで大人気のヘアケア方法、コーンウォッシュのやり方についてご紹介します。コーンウォッシュって何っていう方って結構多いかなと思うんで、簡単にご説明をすると、シャンプーを使わないでオイルだったりとかコンディショナーで髪の毛を洗う方法、こんな感じです。特にね、どういったところで流行ってきたかって言ったら、海外で言うとね、黒人さんだったりとかで髪の毛のくせ毛って結構悩んでる方って多いんですけど、向こうの文化では結構ポピュラーな洗い方になります。どういった効果があるかというと、くせ毛だったりとかの人って、ね、髪の毛が乾燥してパサついたりとか広がったりとかして見える方って結構多いかなと思うんですけど、このね、コーンウォッシュの洗い方をすることによって、潤いだったりとか癖の収まりだったりとかパサつきが軽減できるっていう効果があります。くせ毛によるね、乾燥が気になる方、ダメージによってね、乾燥してパサついてる方、やり方はむちゃくちゃ簡単なんで覚えてみてください。では早速プロセスをやっていきます。じゃあまずシャンプー前に髪の毛をすすいだ状態、この状態からスタートしていきます。で、すすぐ時にしっかりとね、汚れを落とすような感じで指でね、こう洗うようにはしといてください。次にね、コンディショナーを出してしっかりとなじませてから、根元付近からしっかりとつけていきます。頭皮に結構まんべんなくつけてもらって、足りなければ足して根元付近から髪の毛全体につけるようにしてみてください。指を通してちょっとね、全体的にヌルヌルしたりとか指通りが良くなれば OK です。で、この次にマッサージなんですけど、この時にね、頭皮に指を通して優しく頭皮を動かすよう動かしてマッサージしながら、全体的にコンディショナーを浸透させていきます。こうすることによってね、汚れが落ちるっていうのももちろんなんですけど、血行促進だったりとか、コンディショナーが全体的にね、行き渡ったりとかするので、頭皮の乾燥とかも少し防いでくれたりとかします。これをだいたい3分ぐらいですかね。2、3分ぐらいやっていただいて、全体的にマッサージします。で、特にね、この辺り部分って結構ね、動かしづらかったりとかするので、トップの一番上の部分、この辺結構重点的にやってあげるといいかと思います。で、2、3分全体的にマッサージをしたら、毛先の部分に伸ばすような感じで髪の毛に全体的に浸透させていきます。で、全体的にね、浸透させたら、この状態から流していきます。で、今流し終えてきました。で、この時にね、しっかりコンディショナーが残らないようにしっかり指を通して、本当に3分ぐらいとかしっかりめに流すようにしてください。これでコーンウォッシュは終了です。で、この後に乾かす前に、まず頭皮の化粧水を全体的につけて、頭皮をね、乾燥させないようにしっかりと保湿をしてから、洗い流さないトリートメントを全体的に毛先中心ですね、につけて、で、ドライヤーで乾かしていきます。しっかりと乾かして、髪の毛だったりとかがまとまってれば、これでやり方は OK です。はい、ということでね、こんな感じでやってみました。で、こう2枚を並べてみると、1回でここまでにはならないんですけど、やっぱりやっていって何日か継続していくと、このぐらいのね、ツヤ感だったりまとまり感が出てくるかと思います。最後ね、注意点1個だけがあって、コンディショナーの選び方なんですけど、できればノンシリコンのコンディショナーの方がいいかなと思います。シリコン配合のやつだと、もしかしたらね、トラブルが出る可能性の方もいらっしゃるかなと思いますので、気になる方はね、概要欄に、おすすめのコンディショナー貼っておきますので、ぜひ参考になさってみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような情報だったりとか、ヘアスタイルを発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。